ありがとうございます。あの、はい、一番入ってくる時のピアノの音楽があまりに明るい、はい、ちょっと足取りがね、はい、軽くなってしまうような音楽だったので。あ、そうですね素晴らしいですよね。はい、その音楽の感じもこの映画館で、はい、ソウルフロルワールドの魅力そしてね<う>感じいと思いますがまずは浜野さん、はい、まず皆様にちょっとご挨拶をお願いしてもよろしいですか。あどうも条約の浜野健太ですあのあ日本版声優をやらせていただいた浜野健太です。4年前ですかねあのー、この えーソウル「ソウルフルワールドの」の、えー、日本版声優の役が決まって感動しいそれから吹き込んで作品をしっかり見て感動しい。 ところがコロナ禍で、えー、上,映上映せず配信ということになってこんなに音楽素晴らしくて面白いやつを大爆音で,で大画面で聴けたらなって悔しい思いをしたのが4年越しでこうやって皆さんにお届けできるっていうのが本当に嬉しくて、うんえー、もう本当にあいやありがとうございます。もう 何ですか?。ただ一つ不覚だったのが、あのね、あの相方の河井エリナを連れてこれなかったということ。あの二十番役の、ちょっと、すみません、本当に。いでも、その河井さんの思いもね、二つ。しっかりね、今日決意で、教えていただけたらなと思います。よろしくお願いいたします。お願いします。 さあそれでは浜野さん、はい、先ほど川江さんとのっていう話もありましたが、ね <laughs> ね、ちなみにその2020年ですかはいもうあっという間に時が経ちますねそうですねうん懐かしいって言ってましたもんねそうですね当時ご覧になった方っていらっしゃいますかソールフルワールド配信でああ,あ す,すごいやっぱりそその上で来てくれていやもう本当に今日はありがとうございます <laughs>。楽しいですね。あの,の当時のアフレコシーンとか現場での思い出意識されてたことなど浮かびますか今いやあのー、ですね、うん、あのー、とにかくはいえっとえ あの最近のやっぱりピクサーのえっと日本語吹き替え版って本当にあのその英語の口にあの日本語の語尾が合ってたりとかすごく考えられてるんですけど、はい、とにかくその元の声優さんのジェイミー・フォックスさんの喋りが早い。<laughs> <laughs> <laughs> もう早すぎてついていけないんですよ。ええみたいなとにかく早く早くみたいなことを、はいあのー、ずっと吹き込みの時にやってましたね。速さを意識されてたってことそうですねもう本当と英語と日本語の喋るこんな感じじゃないですよね英語ってね。<ー>英語と日本語のっていう,う、ね、<laughs> 速さじゃないですよね。<laughs> で浮き足立つシーンとか、えー、あの不安になるシーンとか感情の変化がすごいじゃないですかそうですねそういった時にやっぱり速さの違いもありますか、えー、そうなんですよすごいね無駄と思えるようなことも言ってたら <laughs> <laughs>、えーね、ご覧になった方の中にはね<う>、まあ、ちょっと思い浮かぶようなシーンもあるかと思います、えー。そそれでまあなんかかの当時っっていうかそのねやっぱ極秘 極秘の作業なんで。うんうん、そのまあ持ち帰って家で練習するとかできないんですよ。<ー>そう、はい、だからなんかでも役作りしたいなと思って。うん、ジェイミーフォックスさんの出演映画をいくつか見ました。ええー。<laughs> そういう形でこう役作りというか。<laughs> 全然。少どうかわかんないですけど。<laughs> 近づくために。はいね、ちなみにその速さという点ではね、一緒にやられた二十二番役の小林さんも。そうだったと思うんですけど、<laughs> どうですか、隣でご覧になっていて。 隣じゃないんですよ。そうか、そうか。そうか。そうなんですよ。あの時は本当にコロナ禍であの厳しかったので。じゃお互いそれぞれでやってたので乗り越えていきましたね。すごいありがとうございます。あの、ちなみに今回ジャズミュージシャンを夢見る音楽教師ジョーということなんですが、ジョーの夢を作品にしたように、浜野さんは小さい頃夢ってありましたか？ 僕夢は最初はあの漫画家でしたねあそ<っ>う <laughs> 漫画家を出す夢ってやっぱりすごくコロコロ変わっていきますよねみんな違うのかなうん一途なのかコロコロ変わるのかそのタイプ分かれますよねそうですねいろんな夢ありましたね漫画家ちなみにどうして漫画家はその頃なんでですかね、うんうん 絵を描くのがすごい好きだったのでうん、うん、とにかくでも写実的な絵を描くのが好きで写実的な北斗の剣とか知ってますもちろんですよあのすごい線がいっぱい入ったやつこういう <laughs> ここの眉間の,こ,のこうこう凝った時に <laughs> 鼻にシワがすごい寄るんですよそれを小さい頃から意識されてそうこれをすごい頑張って 練習してましたこの花の子 <laughs> 本当に何か<う>子供たちそれぞれで好きなものってありますけど<え>浜野さんの子供の頃の人物像がふわっと分かった気がします。<laughs> <laughs> そうなんですよ。それをそうですねあの授業中とか書いてましたね。<laughs> うん。写実的な侍とかそうあの北北北の剣の作品のその原哲夫さんがその北斗の剣だけじゃなくてその花の刑事っていう,こう歴史ものとか。<laughs> あの浜野さんすいん北斗の剣結構広げる感じでいきます。ああごめんなさい。分 <laughs> かりました。<laughs> ありがとうございます。 あああそううですすりがとうございます、はい、ちなみになんですけれども、っと一言でもいいんですが、今の夢ってあります今の夢はそうですね、うん、大人になられた皆さんもね今日見に来てくださってい思いますけれども、えー、今の夢、細分化してますよね、なんか大人な考え方しちゃってますね。うそうです、ね、<laughs> しかも、ミュージシャンとその俳優をやらせてもらってるんで、えー、それぞれの夢があるんですよね。 むしろこの感じがちょうどソウルフルワールド見終わった後の独語感というかいう感じになるかもしれませんねそうなんですようんやっぱり夢は一筋縄で語れないっていううん。ぜひ味わっていただけたらなと思います,、えー、ですちなみに浜野さん今回のソウルフルワールドの中で一番心に刺さったシーンだったりとかポイントあります深それも問題ですそれもい いいっぱいあるんですよねあちょっといくつか今シーンが、えー、スクリーンにも出てますが。えーま、というかあそうですねうん、うん、僕はあのー、実はあんまり言えないですけど床屋のシーンとか <laughs> 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 はいはいはいそうなんですよ。よどうしてですか床屋のシーンは、はい、やっぱりそのマブたちだと思ってたやつが。 実は全然自分が広げられてなかったそ,そいつの話をはいはいはいそしたらだから変わったジョーがやっぱりちょっといろんな世界を巡ってここに来てジョー自身も変わり始めてるっていうのがその身近ないつも言ってる床屋の場面であえて言語化されるというそうですねああとはもうあのそでもううのそ やっぱり演奏シーンがねもうこうジョン・バティステさんのこうそれこそこのスクリーンっていう舞台にふさわしいそうですねただただ演奏シーンは僕一言も喋ってないんですよ <laughs> それがねあのやってる時もこう,うわ <laughs> ご自身もねその大きしたいみたいな音楽のその実験があるからこそのだと思うんですけどそうですねでも本当に素晴らしいんでうん、はい、劇場サウンドで楽しんでいただきたいですね、はい、これちなみにどんな方に今回のソウルフルワールドスクリーンで見ていただきたいなといそうですねでもうんやっぱり 僕すすごくジョーの気持ちがわかるんですよね、うんうん、やっぱりそのそれこそ夢とか自分がなんで生まれてきたかとかっていうのをすごくそのこう割とこう身近な言葉でポンって出しちゃう「俺はジャズミュージシャンだぜ」とか「俺は役者だぜ」とかこうそういうことをすることによって、はい、うん。 何か本当に好きだったり何、うんうん、だろうなこう自分が本当にこうゾーンに入ってる時間っていうのをおろそかにしてしまいがちな、ね、年,とその年代で言っちゃうのもあれですけど、えーえー、すごくそういうジョーの。 うん、あの境遇がすごくわかるので。で胸の中にある夢をこうアウトプットするのか。<laughs> 自分の中でこう熟成させていくのかっていうのは、本当に。そうですよ。<laughs> そう、言ってあげてください。そうそう。皆さんの中にもそれぞれあるかと思いますので,そのですね。映画を見ながら。少し感じていただけたらなと思います。あの、ちょっと難しい質問かもしれないですが。が浜野さん。 今回「ソウルフルワールド」は人生のきらめきについて描かれたストーリーですがご自身の人生のきらめきってどんなところなんでしょうそ、はい、そこなんですよ、ええ、そうあの今回フリップで用意していただきましたので、はい、そちらを使って、ね、ご説明いただきたいんですが、はい、特に22番ですよ22番が自分のやりたいこと人生のきらめきをなかなか見つけることができずに何百年も 人間にならずに過ごしてきたっていうところですから。改めて浜野さんのこれねやっぱりあのバシッと一言で <おっ S 2> 言いたくていいですか。でそれでまあねそれはまあーのね条約をやりやらせていただいて<は>いこのソウルフルワールドを見ていろいろ考え尽くした僕だからこそできると思ったんですけど2個になっちゃいました。<はい S 2> <laughs> すいません <laughs> バシッととちょっと決められなかったですこれもまたねでもこれは下手上での,あの葛藤というかどっちなんだろうっていうのは、はい、さらに深まると思うんですけど、うん、何ですか言いたかったのはやっぱりライブ、うん、僕はバンドをやって音楽をやってるので、はい、ライブうん、うん、でまたあの俳優もやらせてもらってるんで、ええ、まあ俳優でいうとこのライブっていうのは本番ですよね。カメラ回って テストやって,あテストやって、えー、ドライやってテストやってカメラ回って、うん、本番っていう時の、はい、あの緊張感「はい本番!」っていう時の<ー>、えー、その緊張感あっそういう意味でその一つにまとめて「ライブ」っていうことと思ったんですけどそれか「<laughs> サウンド・オブ・ミュージック」って書いたんですけど、ええ、これはあのー。 やっぱね、家族がいまして僕、あのー、今娘と息子がいまして息子が小5、はい、娘が小3なんですけどやっぱりこう踊りたいと思ったら踊るし歌いたいと思ったら歌うんですよね。でそういうい時にに、あのー、僕も一緒に 一緒になって、こう歌う時があるんですよね。ペー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 とか言って、こう隊列を組んで。思ってたジャンルの。ごめんなさい。今のは即興ですけど、あのインスタに載せたんですけど。はいはい。この中で、みんなで、その千昌夫さんの北国の春を。熱唱して。で、妻がピアノをやって。家族で何やってんだって話なんですけど。家族、えっと、妻がピアノを弾いて。僕と息子と娘で北国の春を。はい。 バ川オゾラって歌った時があって、ええ、ご家族でですねそ,うそれが僕的に言わせるとサウンドミュージック状態<ー>サウンドオブミュージック状態だ今話していただいた風景だけでも、ね、なんかちょっとキラキラキラってしたイメージはできましたね,そうですねだからその別にその緊張感とか関係なく、うん、こう歌や踊りにふわっとこう熱がいってる時なのか <laughs> 緊張感とともにみんなとともに一体感をこう目指してこう何かに向かってる時がきらめきなのかっていうのはどっちなんだろうなっていう風にあえて定義はせずに皆さんの中でううなんでしょね行き来してますけどでもわかんないあこれだって思うと思いますでも一応見ると。 うん、よりこの後の時間の楽しみながらあ、ね、りますね。皆さんあのあ見ながら考えてみてください。はい、はい、ありがとうございます。山本、はい、さん。ありがとうございます。 ちなみにあのディズニー・ピクサーではソウルフルワールド以外にも素晴らしい作品がたくさんあるかと思います。どの作品にも誰も誰が経験したことがあるっていう感情が込められまして皆さんが共感できるストーリーとなっております。これまで多くの人々に深い感動を与えてきたかと思いますがあのぜひ浜野さんからもそのピクサー作品の中で好きな作品とか思い出などあれば伺いたいんですが。やっぱり あのカーズです、ね、カーズですすねカカーーズズかが実はあの息子が、まあ、あれ何年前なのかな息子と初めて見に行った作品というか、はい、アニメ映画なんですよねだからどういう反応するのかな、はい、っていうのが見物で<え> 2>, ま2時間ちゃんとじっと見てられるかっていうのもあるし、うん、なんか。 そそれこそ歓喜は待って泣いたりとか、うん、どこで笑うのかなっていうのはその子育てしてるとやっぱり子供がどこに反応するかっていうか本当に面白いんですよね。確かに,確かに、はい、で見に行ったんですけど結局自分がずっと号泣してたっていう。いくつになってもっていうのもありますし、ね、は<ー>あの皆さんともそうだと思いますけど人生のワンシーンとこの共にある っていうディズニー・ピクサー作品かなというふうに思います。はあ、いいこと言いますか、ね？<laughs> なんか偉そうにすみませんち。ちょいちょいそういう名言を発します。あの次の質問いきますね。ねすねはい。そしてディズニー・ピクサー最新作『はい、インサイドヘッド2』が8月2日に公開されます。はい、インサイドヘッド2は 2>、えー、もしもあなたの中に色鮮やかな感情たちの世界が広がっていたら、はい、少女ライリーの幸せを見守る喜び悲しみ。 怒り、ええ、ビビリ、ムカムカといった、私たちにとっても身近な感情の世界を舞台にしています。日本でも大ヒットとなった。前作、ええ、インサイド・ヘッドに続く続編となりますが、<ー>今作ではライリーが大人になることで生まれてくる。心配という新たな感情が登場します<ー>ということで、浜、はい、野さん、ええ、あの六つの感情、喜び、悲しみ、ムカムカ、ビビり、ええ、怒り、心配。まあ、どれかで構いません。最近、感情の変化とかあって。 エピソードありますかえっと実は僕あのーうん、あれなんですよね、あのー、戦国時代が大好きでほ<う>、はい、であのだからそれこそさっき言いましたけどえー。

嬉しかったんですけど。で、この間どうする、やすっていうの。はい,はい。はい。で、蓋開けてみたら。うん。ものすごい弱い武将で。<laughs> やっぱ強い武将が好きなんですよ。はいはいはい。え、ね、なのに、あの、めちゃくちゃ弱い。<laughs> その。なんか、愚将って言われる。ような。はいはい。武将だったんですよね。<laughs> はいはいはい、喜びと悲しみが。<laughs> そうなんですけど。 でも実はそ,その織田信勝って織田信長の次男っていう、うん、い,いかにも弱そうじゃないですか <laughs> <laughs> 信長強いのに。でもその役をやらせてもらってあの話題になったことで、はい、あのその織田信勝があの最終的に江戸時代で大名になって治めた、うん、あの群馬の神楽町っていうところの小畑の町の桜まつり、はい 武者行列っていうのに、うん、お呼ばれいただいて<お>そう武者行列に鎧着て馬乗って<え>出させてもらったんですよ大好きな戦国のそうこんな馬乗ってこうやってっ ここの表情情に感がもってるんだと思いますすごくないですかでもその地域で言ったら大スターあんなに弱いのに「信勝様信勝様!」っつって「それもう行くんだ」っつったらじゃあ当日に家族が電車で「じゃあ行くから」っつって「もう優勝見せたい武将の優勝見せたい」っつったら僕の武者に間に合わなかった。 遅れてきちゃって樋口何段落ちで喋ってくださいごめんなさいありがとうございます喜びプラスなんかちょっときらめきも感じるようなお話。そうなんですよでも悲しみね最後は樋口葉村さんともねいろんな感情のエピソード伺ってきたんですけれどもインサルヘッド2では新たな感情の心配に加えて少し大人になったライリーに恥ずかしいなダリーと いう感情も登場します八月一日の公開をぜひぜひ楽しみにしていただきたいなと思いますがダリーですかさダリー,ダリーすごいですね<う>やっぱ感情いっぱいありますね,ね大人になると生まれてくるなっていうような恥ずかしいっていうのはすごい日本人強いですよね、えー、恥ずかしい っていうのは、もう本当に誰にでも経験したことがあるような感情だと思います。えーえー、その海外の人とかあるんですかね。恥ずかしい。え、あるんじゃないですか。あだ、だって、どこでも踊るじゃないですか。<laughs> あれ、見習いたいですよね。いや、でも、それこそ自信ないシーンとかはね、そのジョーの中にも出てきたりしますから。ああ、なるほど。な,なかなか引き始められそう。そう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 ,そう,そう。そういったところもね、えー、見ていただきたいなと思います。 <laughs> 改めましてこの「インサルヘッド2」も8月1日の公開を楽しみにしていてください <laughs>。それでは最後となりますがこの後ソウルフルワールド」の上映を楽しみにしている皆様へ浜田さんからメッセージをお願いいたします。いいやももう本本当当にに音楽マジでで素晴らしくて何な,でもない女王が 急いだりとか喜んだりする時にバーって流れる音楽の何でもないところの劇版からもう美しいんでこれはいや羨ましいですねこの大画面でそして大音響で見ていただけるのがすごく嬉しいしきっと楽しんでいただけると思いますそして最後はいろんなことを考えて考えれば考えるほど楽しい作品なんで考えることを楽しんで え最後まで、えー、ゆっくり楽しんで帰ってくださいありがとうございます改めて浜野さんに大きな拍手をお送りください